とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、新しいユニーク装備、入手しました。これ、チルゲイルナイフ。かっこいいよね。緑の刀身がすごくかっこいい。で、ナイフって呼ばれるから、スピードが速いのかなと思いきや、そうでもない。普通の剣と同じだね。普通の剣と同じぐらいのスピードで攻撃します。で、特殊能力が、モブを鈍化させる。動きを遅くするのね。そして、モブを倒せば、スピードバースト。スピードバーストって何ですか？これわかんないね。まあ、とりあえず、戦ってみようか。では、行きましょう。どんな感じなんだろうね。おお、透明ついてる。透明トゲ。おいおい、やめろ、透明トゲ。やばい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 。透明、透明とトゲでもうボッコやられてる。違う違う違う。これ武器の検証をしたいんだ。やめてくれ、お前たち。おいおい、めちゃくちゃトゲ痛いな。まあまあ、あ？ラッシュダウンっていうのがつくね。ラッシュダウンっていうのが、なるほど、あれか、移動速度が上がるのか。多分敵を倒すと移動速度が上がるじゃない。あ、そうだそうだそうだ、移動速度か。踊り子の剣みたいに攻撃速度が上がってくれれば嬉しかったけどな。移動か、別にそんなに欲しくはなかったな。おいおいおい、やばいやばいやばい、ちょっと待て待て。あ、まあ今みたいな感じでヒットアンダーウェイは結構得意な武器かな。あ、もう なんだこれ、仲間回復がついてるのか。違うね、ただ単純にこの攻撃力が低いだけだ。よー、なるほど、移動速度アップか。ちょっと微妙かな。テンポセットのあれだね、剣バージョン。あ、テンポセットそうじゃなかったっけ。まあいいや。まあボスを一回倒してみましょう。いやこれちょっと微妙な武器かもな。ちょっと微妙かもしんない。攻撃力が高いっていうわけでもないし、あ、でも敵を鈍化させるから悪くはないか。いやでもそうね、ヒットアンダーウェイの装備なんてこういうのが出ましたか。はいはいはい、まあちょっと今日はね、新しいユニーク装備チルゲイルナイフ使ってみたけども、特殊能力は敵を倒した後移動が速くなるです。どうなんだろうね。まあ新しいスキルも出てるので、そのスキルとの兼ね合いで強くなる可能性はある。でもまあ今のところちょっと未知数な感じです。もうちょっとね、攻撃力が高ければいいけども、まあ片手剣だからこんな感じかな。はい、まあちょっと検証してみます。ではね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。